ファン、サポーターの皆さん、こんにちは。10年ぶりに、セレッソ大阪に復帰することになりました。新高志です。まだまだ、元気も少ないですし、まあ自分が元気を与えられたらいいなと思うので、これから一生懸命頑張っていくので、ぜひ皆さん見に来てください。よろしくお願いします。こんなとこ撮んない、こんな可愛いハンコロ撮る。どこにか、ここ横ちょっと被るぐらい。終わりです。はい、ジャスピンクおかしなの。真顔、笑顔、真顔、笑顔ってやどっちが何か分からへんの。笑顔から言ってこれ。もう分からへんの。じゃあ真顔、笑顔。片手でこう、かつこうじゃないですか。なんか、あれですね。それでいきましょうか。これ背番号書いてる？書いてる。裏？うん。どう？似合ってる？あ、似合ってる。もうしっくりきたわ。はい、いや。めっちゃできとる。しっくりきたか。きたわ。やましたね。やましたね。もらってきた。ありがとうございました。ありがとうございました。釣りとか取らんといてよ、本当に。もうずっと密着するから友達いい日みたいなのになるやん。もう仲いいやついんのにちゃんと。こんばんは。10年ぶりに帰ってきました。いいチームを、最高のチームを本当に作りたいと思っているので、そのために、選手たちは全力で、戦いますので、応援よろしくお願いします。大丈夫です。
じゃあパンプ。セレッソ大阪に復帰しました。君田橋です。まあ10年間あの海外にはいましたけど、セレッソの試合は常に見ていましたし、いつかは本当にこのチームで、やりたいと思ってたので、ホームじゃないですけど、自分 の, あの日本で言ったら本当にホームの、チームだなっていうふうには思ってます。A sustainable future. Myanmar.